ですね、五富敏郎さん登場していただきます。アメリカ、フランス、日本を中心に活動する作曲家でフルーティスト、音楽プロデューサーでもいらっしゃいます。元ライシング交響楽団、デトロイト交響楽団フルート奏者で、ファイナルファンタジーなどのゲーム音楽、CM 音楽、NHK の子供番組、街角ドレミ、ニャンチューワールドなどの音楽監督を長年担当されました。女性ばかりのオーケストラ、フルムスを2001年に設立。同時に、音楽は介護を救うというコンセプトのもと、ミュージックホープという一般社団法人を設立。音楽ケアの分野にも積極的に進出し、これまでに全国の医療機関、介護施設などで数百回の公演、演奏活動を行っていらっしゃいます。毎月、伊豆高原十字のその交流ホールで、伊豆高原音楽療法研究会を主催していらっしゃいます。新潮選書5冊を含む9冊の著書を出版し、その著作は毎年大学から中学までの国語入試問題として数校で出題されています。さあ、それではまず1曲目はアカペラソロでお送りしましょう。チュニジアの夜です。お願いします。それで、今アカペラのソロと言いましたけれども、アカペラっていうのは私一人でやることなんですけれども、これだけ大きな会場でたった一人ってのは寂しいので、でしかもチュニジアの夜というのは結構リズムのある曲なので、助っ人にちょっとね、応援してもらおうと思って、手拍子を一緒に打ってもらおうと思って、3人ばかり、これから登場する歌い手の人、それからサックス機の3人に登場してもらいます。まず犬飼このりさん、それから斉藤力さん、それからベネスタヤカさん、この3人にちょっと手拍子を応援していただきますので、はい、まずチュニジアの夜です、はい、まず
ますか、先ほどあの気になったばかりの真野さん、コーディオンの真野さんと、それから後半であの歌の伴奏をたくさんしてくださいます小沢さんに一緒にあの参加していただいて、これも皆さんにとってラクンパレシータを演奏したいと思います。おそらく、まあ、はい。ご存知のラクンパレシータというのはタンゴの名曲ですけれども、まあ、今チュニジアの夜っていうジャズの名曲をやりましたけれども、私はまあ先ほど紹介にありましたけど、もともとオーケストラにいた人間で普通の譜面も読めるんですけれども、まあそれ以外にこういったこともたくさんやっておりますので、私バージョンのラクンパレシータをお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。アコーディオンは真野康晴さん、そしてピアノは小沢さと子さんです。
今ピアノ伴奏していただきました小澤さと子さん。東京でのビッグバンド結成からソロまでポピュラー音楽中心に演奏を継続していらっしゃいます。音楽事務所イベント主催指導等で地域のプロアマの活動に貢献しています。お隣熱海にお住まいです。この後もね、皆さんの伴奏をしていただくことになると思います。小澤さと子さん、よろしくお願いいたします。